皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。じゃん。ということで今日は春キャベツをたっぷり使って材料を合わせてレンジで加熱するだけで粉を使わずヘルシーに簡単に美味しく作れるドッカン豆腐キャベツドームを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ボウルに豆腐1/2丁 150g を入れ、ホイッパーでペースト状になるまで混ぜます。今回豆腐は木綿を使用しています。絹ごしでも作れるので使いやすい豆腐で作ってみてください。豆腐がペースト状になったら卵2個、だしの素小さじ1と1/2を加え、卵を溶きほぐし、さらに混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら、キューブと合いびき肉 50g を入れて、さらに混ぜ合わせます。ひき肉を合わせたら、キャベツ 150g を 5mm から 1cm 角ほどの大きさに粗みじん切りします。キャベツを切ったら、ボウルに入れてさらに混ぜます。全体が均一になるまで材料を混ぜたら、耐熱のボウルにラップを敷き詰めます。ラップを敷き詰めたら、合わせた材料を流し入れます。材料をボウルに入れたら、上からふんわりとラップをかけ、600ワットの電子レンジで2分加熱します。2分加熱したら、一度取り出して全体を混ぜ、表面を平らにします。全体を混ぜたら、もう一度ふんわりとラップをして、600ワットの電子レンジで4分加熱します。では今計6分加熱して全体に火が通ったら、ボウルにお皿をかぶせて返し、生地を取り出します。お皿に取り出したら、全体にお好みソースをかけます。お好みソースをかけたら、マヨネーズ、カツオの削り節、青さこ、紅生姜をお好みでトッピングします。オッケー。はい、ではこんな感じで豆腐とキャベツでヘルシー簡単美味しいドッカン豆腐キャベツドームの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。マミさん、あったかいの？僕はストーブの住人だよ。僕もキャベツドームが食べたい。はい、では今回は春キャベツを使って電子レンジでヘルシーに簡単美味しく作れるドッカン豆腐キャベドームを作ってみました。それでは本日はみちょみかんで乾杯。乾杯。くーみちょデビュー。じゃあ早速いただきましょう。今回は春キャベツを使って、私たこ焼きお好み焼きがすごく好きなんですけど、粉を使わなくてもしっかり全体がつながってヘルシーに美味しい豆腐キャベツドームを作ってみました。見た目がドーム状で迫力があるので、このままお皿に盛り付けて出して取り分けて食べてみてください。じゃあいただきます。ん、ドカミ、めっちゃ美味しい。うん、豆腐を
ペースト状にして卵と合わせることで、粉を使わなくても全体がしっかりと固まり、綺麗な形に仕上がります。食材を混ぜて耐熱のボウルにラップを敷き詰めて具材を入れることで、もうそのままお皿をかぶせて返せばくっつくことなく出来上がった生地が取れ出せて、ドーム型に綺麗に仕上がります。キャベツをたっぷり入れて、キャベツのシャキシャキっとした食感が美味しく、ちょっと粉を全く使わずに、ほぼほぼキャベツなんじゃないくらいの量をキャベツ入れているので、ヘルシーなんですけど、満足感もあって、とても美味しいです。ひき肉は少し入れると旨味が出て美味しいので、50g でわずかの量なんですけど、旨味がぐっと広がって美味しく仕上がります。あっさり作りたい、カロリーを減らしたいって場合は、鶏ミンチで代用していただいたり、ツナ缶で代用しても美味しく作れるので、ちょっとひき肉のね、油とかカロリー気になる場合は、代用して作ってみてください。で、味はもうほんと出汁の素で、下味をつけつつ、最後はお好みソースってね、何でもかけたら美味しくなるんですけど、お好みソースやマヨネーズをかけて、お好み焼きのような感じで食べると、すごく美味しく食べれます。で、調理工程も材料を混ぜて、あとはレンチンするだけで簡単に作れて、ドーム型で見た目も豪華にボリューム満点に美味しく食べれます。なんかインスタに載せたんですけど、ストーリーに。メッセージにすごい、これは何ですかってメッセージがあって、これが正体です。なんかそれくらいね、見た目すごくインパクトのある、楽しみながら美味しく食べれるようなレシピになってます。うん。はい、ということで今日はたっぷりキャベツでヘルシー簡単美味しい豆腐キャベドームを作ってみた動画でした。豆腐と卵を使って粉なしでもしっかりと形がまとまり、たっぷりのキャベツがヘルシーなんですけどボリューム満点に美味しく作れるレシピになってます。ほんとレンジで作れますし、もうそのまま食卓にボーンと出して、見た目も迫力があって美味しく作れるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、キャベキャベー。美味しさも、ドーム級。